や、私はテレビ朝日だと思うよ。でもこの前いや、だって強引にそういうふうに言ってるじゃないの。六本木、六本木推しすごいじゃないのよ。私相当ドラえもんよりでかいわね。ドラえもんで140、120だっけ？ 129.5 か。9.3 だったんだ。9.3。何そんな詳しいんだよ。これはもう全然人がもう。もう全然人いないじゃん。そうですね。ちょっと人が来られないようなので。うん、ちょっと違う場所行ってみます。まあまあこんなもんだよ。仲間がいると楽しいってね。あ、買いますよ、なんか。あ、いえ、そんなに。買いますよ、どうせあんた内部で回るだけですから。買いましょう、買いましょう、これ。ね、この間、M ステの年末のスペシャルで、はい、ミスチルの桜井さんが、はい、お正月は何するんですかって聞いたら、はい、おまま太鼓歌合戦を見ますって言ったのよ。M ステの。やってましたよね。その後に、誰も知らないでしょうけどって言ってたわ。そういうフォローも気の利いた人よね、ちゃんと、ね。すごいですね。でもミスチルの桜井さんが見てくれてると嬉しいですね。ねえ。ねえ、あったよ、ひっそりと。売れてる？あ、はい、売れてました。やっぱ番組終わっちゃうとね。もうこれが最後の在庫、まだある。まだだってよ。お前責任取って買い取れ全部。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。気をつけて終わりですか。ありがとうございました。